長野電鉄株式会社は、長野県北部地域に路線を持つ鉄道事業者で、長、電グループの中核企業である。長野県長野市、近藤町2201に本社を置く。須坂や中野といった線曲がり川東岸地域と、国鉄線の接続による産業輸送近代化を目的とした加藤鉄道を発祥とし、その後県都である長野との接続を図るべく。 長野電気鉄道を設立し、須坂駅長野駅間を開業、両者を統合して発足したのが、現在の長野電鉄である。山の内線開業により、湯田中、渋温泉や滋賀高原の開発を進めるなど、観光開発にも注力し、スキーブームの宣鞭となった。長野線は開業当初から、長野市内、近郊で、複線区間を有し、複線区間では20から30分ごとの、 高頻度運転を続けており、都市内鉄道としての性格も強かった。戦後は、長野市の都市計画において、長野都市圏の大動脈として位置づけられ沿線の開発も進み、また、長野市と須坂市、中野市を結ぶ都市間路線としての機能も強くなったことから、観光職は若干弱くなっていたが、新型特急用車両の導入により観光輸送にも改めて取り組んでいる。 開業線の他に、木島から野沢温泉、湯田中から渋、あしろまでの具体的な延伸計画や、全港寺平環状線構想と称された、加藤線飯山鉄道千曲川西岸線の直通運転という雄大な構想もあったが、共に実現せず今に至る。かつては直営で、バス事業も行っていたが、1987年3月より一部路線を、 順次長ングループの子会社に移管し、1995年10月には、残るバス事業を超電バスに分社した。2002年4月1日に、加藤線の一部区間が、2012年4月1日には、八代線が廃線となるなど、他の地方鉄道同様、厳しい状況下にある。2007年7月には、志賀高原の開発事業のうち、 奥志賀高原の事業が、投資会社のユニファイドパートナーズへ譲渡された。1926年から現在まで用いられる、長野電鉄社門原稿の社門は、1926年の加藤鉄道、長野電気鉄道の合併以来使用されている。中央の星は、長野電気鉄道の長の字の総書体が元になっており、1907年から1966年に用いられた。 初代、二代目長野市長などにも見られる図案である。この星型を、旧加藤鉄道の社門から引き継いだ千曲川を表す三本線で、囲み、モテ加藤鉄道、長野電気鉄道の合併で、長野地域と加藤地域とが結ばれたことを示している。なお、旧加藤鉄道の社門は、東の文字を三本線で丸く囲んだものであり。 旧長野電気鉄道の車門はくさび型に図案化した長野の文字を6つ円形に並べて電車の車輪を模したものであった。現在2100系以外の全車両で側面に掲げられている。また、以下の通り一部のグループ会社で同様もしくは本案した車門を用いている。路線図以下の路線を保有する。あるいは保有していた。各路線の運行形態、駅一覧などは以下の 各記事を参照のこと。加藤線の一部廃止を受けて、実際の運行形態に合わせて、路線名称も変更された。大人普通旅客運賃2019年10月1日、改定。スイカやパスモなどの交通系、IC カードは一切利用できない。大人特急料金コンパートメント料金年度、別実績年度別実績以下の車両が在籍している。 車両搬入は八代線の廃止に伴いた車線との接続が失われたため、トレーラーでの輸送に切り替えられている。特急列車用、編集普通列車用、編集減損する車両の他に、以下の車両が在籍していた。特急なき限り自社発注車である。電車、編集電気機関車、編集蒸気機関車、編集2020年7月1日現在。 鉄道事業の他直営6事業部、グループ会社11社を要する。詳細は、長、電グループを参照。ありがとうございます。